JC チャンネルみたいになってますね。JC はよく撮影の時にここにいます。はい、JC からスタートした動画で来たね。今もここにいますよ。本日もご視聴ありがとうございます。今日のテーマじゃん、元ミスド店員の選ぶお気に入りドーナツ。はい、以前、撮影させていただいたの、元スタバの店員のルーティーンっていう紹介もさせていただいたんですけれども、私、スターバックスとあとミスタードーナツでもアルバイトさせていただいてた経験が学生時代にございましたので、本日はちょっとミスタードーナツ、元店員として、おすすめの商品何なのっていうところをご紹介できればなって思っています。ミスタードーナツでアルバイトさせていただいていたのが2つの店舗に行かせていただいていて、結構大型店とあとは小型店におりました。大型店になるとお客様のこうカフェスペースとかも多く、すごくゆったりとできるスペースで、店員さんとも遠いので、スターバックスも落ち着きますけど、ミスタードーナツはアットホームでおすすめです。コーヒーとカフェオレもおかわりが自由で、冬場になるとロイヤルミルクティーも出ていたので、今まで今年も出ますかね、飲み放題で300円以内で飲めるっていうところも、ミスタードーナツさんは本当に良心的これですかね、合ってる良心的です。まあそんな良心的なミスタードーナツさんも働いていて、今でもお気に入りのお店っていうことは、衛生面もすっごくちゃんとしています。毎日ドーナツあれだけ作って本当に捨ててるのって思ったりしますよね。捨ててるんですよね。たくさんドーナツ余っちゃうと毎日ちゃんとこう処分されていて、お子様に古いもの出さない当たり前かもしれないんですけど、本当に徹底して、夜の部にも入ってたんですけど、夜の部の買った方が処分をしっかりして、で翌朝には一から手作りで作っているんですよね。生地も作ったり、こうグレーズも作ったり、冷凍で送られてきたものをチーンって焼くのかなって思ってる方もいるかもしれないんですけど、生地から作ってこう何ですか、生地がポン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 って落ちて、でそれが油の中で浮いて揚げてっていうことで、キッチンさん一つずつ手作りしてくださっているんですよね、ミスタードーナツさん。で、あとお砂糖ですね、グレーズっていうんですけど、そのグレーズにつけて乾かして、で上から何かかけるのがあればかけて、で冷ましてから出してるっていう、もう本当にあの価格ではね、考えられないほど手間のかかったドーナツなんです。いいお店ですよね。キャラクターも可愛いですし、もうポンデライオン大好きです。ポンデライオンが一番可愛いなと思ってます。フレンチウーラーちゃんもいますけど、ポンデライオン可愛いですね。あとなんか昔のキャラクターシリーズもすごく渋くて可愛いですよね。最近ピエール・エルメさんとか有名なシェフとコラボされてる商品も毎回食べに行っているんですけど、活性化してますよね最近ミスタードーナツさん。こうコロナ禍でテイクアウトも今主流にもなっているので、ぜひお家でゆっくりコーヒーを飲んだりするときはミスタードーナツ
利用ください。今は店員じゃないです。今ミスドで働いてます。でそんな私がおすすめする商品ですね、ベスト3でご案内ができればと思います。まず第3位、定番ですがポンデリングです。もちもちした丸いこうプツがついていて、周りお砂糖がかかっている商品なんですけど、このもちもち感は他の商品、よくコンビニさんとかでも同じような商品出てるんですけど、ミスタードーナツのもちもちは超えられませんね。このもちもちは何なんだろうって思うほどもちもちしてるので、もちもちしたもの食べたいときはミスタードーナツのポンデリング食べてます。もちもちしたもの食べたいとき。元スタッフとしてのポイントは、ちょっと甘いの苦手で、働いてた時は甘いものも好きだったので、一緒に働いてた方とか見たら食べてたやんと思うと思うんですけど、その周りについてるお砂糖をできる限り、申し訳ないんですけど、ちょっと剥がして、スプーンとかフォークとかで剥がして、紙とかでも剥がして、お砂糖をできる限り剥がしてまだらにするんですね。まだらにして、まあ、量が半分ぐらいに、見た目悪くなっちゃいますよ。それをちぎって一口ずつで食べるのが私のルーティンですね。こうちょうどいい甘さで、今生地だけのポンデリングも出てるよって思われた方もいると思うんですけど、生地だけだとそれはそれで物足りない、コーヒーと一緒に食べたいので半分剥がして食べてます。やってみてください。で次第2位です。はい、第2位はハニーチュロです。チュロス、ディズニーランドとかでもありますけど、ミスタードーナツのハニーチュロは、出来たてがすごく美味しくて、次の日の朝にできたらこうしないでいただけるといいなっていうほど、結構お砂糖が日にちが経つとべちゃべちゃになってしまって、周りのカリカリなハニーチュロにグリお砂糖がついているっていうところがすごく美味しいんですけど、そこがだいぶ食感も変わって別の商品になっちゃうので、こうできたばっかりのハニーチュロが、ハニーチュロ出来上がりましたダーンって出てくるあのトレーのものが出たらもう絶対買えます。そのタイミングになかなか出会えないので2位なんですけど、そのタイミングのハニーチュロはもうとっても美味しいです。値段も150円ぐらいなんですかね、書きますね。コストパフォーマンス崩壊してると思います。すっごく美味しいです。出来たてのハニーチュロ、これはお砂糖剥がさないです。もうそのまま出来たては食べますね。おすすめです。では第1位はガチャ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 、ポンじゃん、第1位はもちもちスティックっていうんですかね、ちゃんと載せます。ここに、この商品出てからそんなに経っていなくて、私がアルバイトしていた頃はまだなかった商品なんですけど、まあ美味しいですね。やっぱりもちもちしたいんですかね、私のこう欲として。中にドライフルーツがまず入っているっていうところもすっごく気に入っていて、フルーツ好きなんですけど、ドライフルーツがたくさん中に散りばめられています。で、もちもちした生地の中にドライフルーツが入っているので、こう噛むたびに味が違うんですけど、そのドライフルーツの食感ももちもちしているのと、ドライフルーツの、まあ、コリコリじゃないんですけど、その食感が、ベストマッチして、
ています。でその外のところはシナモンの味とメープルの味なんですけど、どの味も好きなので全種類あるときは全種類買っています。これは翌朝朝起きるのが楽しみになるので翌朝も食べるようにしてるんですけど、翌朝に食べても変わらないです。多少あのシナモンの方がいいですよね。グレーズだとちょっとべっちゃってなるので、シナモンの商品は翌朝に繰り越したりもするぐらい選んでますね。さらにポイントはカロリーが低いっていう、この商品嬉しいですよね。カロリー低い、はい、ちょっと安心、はい、食べても罪悪感少し減る、はい、っていうことで、この第1位のドーナツは、まあ、全種類あったら全種類買うぐらいお気に入りです。毎回ドーナツに行ったら必ず買います。あと他のドーナツもすごく美味しいので、オールドファッションとかゴールデンチョコレートとかフレンチクルーラー好きな方もいますし、エンゼルフレンチ好きな方もいますね。エンゼルクリームとカスタードクリームをこう半々でこう割ってダブルクリームにして食べるのも好きです。ダブルツインシューとかありますよね。ということで本日の動画ですね、ミスタードーナツの元店員が選ぶおすすめドーナツベスト3、ドーナツ食べたくなったよっていう方がいたらぜひグッドボタンお願いします。ミスタードーナツの方もぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録も手数なんですがぜひお願いいたします。インスタグラム、ツイッターも、開設しておりますので、それぞれ別内容になるのでぜひ、フォローのほどお願いいたします。で本日もですね、貴重なお時間をいただきまして、iチャンネルのオンラインの動画ご覧くださってありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしております。